ちゃん。ちょちょ。まあまあ渋谷に来ました。来ましたよ。今日は何をするかというと。はい。なんだって言うの、ね、そうだそうだ、プロ野球に関して、はい、そうなんですよ。だからメジャーリーガーに今年から10歳になった次に可能性がある、はい、1点欲しくないような選手、はい、あーなるほど、誰かの、まあ、これ渋谷2回目ですけど、前回の時はまず高校球児を探そうっていう甲子園球児ですよね。で最後はおばさんに声かけられる最高のオチでしょ。いやもう親近感があれはオチでもなんでもないあれ視線だから、ね、じゃあお前らちょっと、はい、可愛い子だったら野球好きじゃなくてもちょっと分かりましたじゃあ行きます。まあ早いよ、あのね粘りがない。ありましたよ、自分全然粘って、押しが大切なの。大きさ自分より背長かった。いいよ、お前何着るんですか。はい、全然しなくてもいいですか。すいません、お願いします。よろしいですか。ありがとうございます。 YouTube 見ます。見ますよね。ほう、野球好きです。野球、そう、小学生の頃やってる。おー、いいし、野球ファンが見ます。もう6段言えない。準備球団も話せんだな。捕まえといて。いやダメよ、お料服してもらえたら。そうですね、球団とか知ってますね。そうですね、ちらっとこう情報は頭の中にイヤオラチとか入ってます。あ、はい、どこが優勝ですか。まあ、予想みたいな。あ、昔は阪神ファンでした。おお、じゃあ阪神の順位は何になってほしい。3人。 A クラス、 A クラス無理。いや無理って言われる。まあ、そうですね。あ、はいはい、行きますよ。行きます。今年誰か分かりますか。行ってほしくないというか、そういう選手マル。おー、マル行けない。だって FA 下ばっかりだ。あ、そうか、そうですね。高橋下ばっかり。知らないっす。あー、どこの、ここのなんだ。知らないっす。知らない。今日どっちがいいの。買い物して。あら、何買ってるの。靴とか。いや、履いてますけど。ないから買うわけじゃない。そういうやつじゃないですか。楽しんでください。はい、すみません、ありがとうございました。どうも。東京ドームやった頃から好きなんで、よく見に行ったので。頭良さそうですね。どこ大学。高田馬場。早稲田。ええ、早稲田分かんなかったですよ。高田馬場。いや、分かりますよ。ちょっと麻酔投手に出ないですか。男性なんか、お前と全然違う。今年メジャーに行きそうな選手。私ですか。秋山じゃないですか。ああ、秋山選手。ちょっと話題になりましたね。本人行きたがってます。そういう、でも本人と話したら、まだ本当に何も考えてない。今年の成績次第。いや、読み深いな。大学選手ね。優勝予想したいじゃん。はい。先輩、今週僕は日本ハム優勝できると。おお。セリーグ広島ですね。ああ、巨人の大補強してる。え、でも丸一人以外が勝ったぐらいじゃ広島の位置がないから結構圧倒的じゃない。すげえ。どういうのあるみたいな。ブレックニュースはいいやん。おお。市原が勝ってきない。まあまあそれでもいいや。このチャンネルを見てくれて、はい、おー、そうこのユニフォームで、あマジっすか、よかった、嬉しい。ありがとうございます。よかったね。やっと、あと初めてじゃないか、お前。やっと、やっと役に立ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。今川崎くんがね、はい、インタビュー受けてもらってるんですけど、はい、実はまあ、豊さん元プロっていうことで、はい、現役の高校生と絡むことはできない。ちょっとね、ここはもうペイペイの自分たちが、はい、川崎くんとモリモリ絡んでいきたいと、はい、名古屋会に行きたいと思います。今ってオフシーズン、たまたま今日学校側が受験で。あ、受験で。受験で。なるほどね。なるほど。プロ野球とかも見たり。おお、今回菊池雄星投手がメジャー来ましたけども、次メジャーこの人行きそうだなっていうのを。また、いますか。柳田選手。ああ、柳田選手。最初にちょっと言ってほしくないっていう。ないですね。ちなみに参考にしてる選手とかいますか。自分は清宮選手。ちょっとなんか、似てるよね。中学の最後に清宮選手がバッティングフォーム真似したら、リフォームだった。すごいな、君は。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。野球ファンという。ほら、お前らね、やろうばっかり連れてきやがって。このビデオ見てよ。兄弟じゃないの。似てるよね。ちょっと野球と来たらよかったら、どこで来てやるの。あー、俺です。俺は誰の。前は、田岡選手好きだったんですけど、移籍しちゃってからは、特にこれって人はあんまりないです。初めて飛んじゃったじゃん。大丈夫、今年。やっぱイケメンが好きなんですね。やっぱり
イケメンか。まあまあまあいいや。まあまあまあ。ありますからね。かっこいいっすよね。あの西武菊池雄星いますよね。はい。メジャーに。今年いけそうな選手って誰かいる。おさむだったいけない。いないですね。おさむが呼び捨て。卓球団呼び捨て。厳しい。今年の西武の優勝ってどこを考えてる。いいですね。12歳。野球は好きですか？お父さんちなみに59。近いどこのファン？巨人。あ、雨やっぱり。私は関係ない。スポーツとかは見たりするの？お父さんと。おー。じゃあ巨人はちょっと好きなんですか？人は知らない。人は知らない。野球興味ない。そうですね。その魅力がないとこって何？いや、別に魅力がないわけじゃないです。あんまり興味がない。あんまり興味がない。彼氏がいないんだとして、その人が野球好きだったら、一緒に行こうって言ったら行きます。おー。自分今募集中なんで。どっちが大事？ありがとうございます。ほらね、なんか負けられるところは。あっす。あの逆に野球を知らない方が話が盛り上がってた、はい、そうですね、まあ、これを機にもしかしたら見る方も増えるかもしれない。確かに。そうそうそう。でもなんかこう考えると巨人と広島が一騎打ちっていう予想してるけど、DeNA も黙ってないと思うし、昨年やったヤクルトも黙っちゃいないと思う。パリーグはやっぱ日本ハム、ソフトバンクも、ソフトバンクも、まあ西武っていう声がなかなかな、やっぱ戦力ダウンしてるんですね。やっぱり協力してくれた人にも感謝ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。